日本中部地方静岡県静岡市駿河区駿河区は2005年4月1日に誕生した静岡市の行政区の一つ。2003年4月1日に旧清水市と合併する前の旧静岡市域のうち、東海道本線以南及び旧長田村域が区域となる。静岡市にはこの区の他に青い区と清水区がある。駿河区役所庁舎は静岡市内産行政区中。 唯一政霊市以降に伴い新築されたものである。静岡市の行政区のうち、人口、面積ともに、最も規模が小さい区である。西は、八重洲市、藤枝市、北は、青井区、東は、清水区、南は、駿河湾に接する。その地勢は、西の八重洲市境の満館方や、東の清水区境の宇戸山など丘陵に挟まれ、中央部には、静岡平野があり。 住宅街を形成し、安倍川が流れている。国土地理院の全国、都道府県市区町村別面積庁によると、駿河区の面積は73.06平方キロメートルである。国土地理院によると、駿河区の東西南北それぞれの橋は、以下の位置。東端は、滝ヶ原川川口右岸、西端は、宇都宮峠の北北西約1.6キロメートル、南端は、 大崩れ海岸、北端は、弥生緑地付近である。また、2010年国勢調査結果に基づく、人口重心は、中田本町19付近にある。道の駅役所障害学習センター県立、私立図書館警察消防郵便公的医療機関、駿河区に所在する、静岡大学公学キャンパス認定子ども園保育所、政霊指定都市移行直後、小島市長は、 都市の発展とともに行政区が増えることも示唆したが、現状では難しいとの判断で凍結。市議会の中では長田区日本大落等の提案がある。ありがとうございます。